パリ天問題の守護戦室。パリ四後線が床面を走るパリ天問題パリ四後線。パリ四後線とは、フランスパリのパリ天問題を通過する守護線で、現行のグリニッチ四後線を基準にすると、統計2度20分14.03秒となる。長らく、イギリスグリニッチを通るグリニッチ四後線や、ベルギーアントワープを通るアントワープ四後線などとともに、軽度の基準となる。 本書四後線の座を争ってきた。1634年、ルイ13世トリシュリューが統治するフランスは、フェロシゴ線を地図の基準とすることを決定した。これは、フェロシゴ線の基準となる、フェロ島が旧世界の西の端とされていたためと、フェロ島とパリとの経度の差がちょうど20度であると考えられていたためである。フランス人天文学者、ジャン・ピカールは、 1669年から1670年の間、三角測量により、緯度差1度に相当する4、5 0 0個の距離を測定し、そこから地球の大きさを計算した。1666年、ルイ14世は、パリに緯度を測定するための観測所を建設することを認可した。1667年の下手の日、科学アカデミーのメンバーが、 ポートロイヤル修道院近くの町の外の観測所の建設予定地をたどった。その予定地はピカールが測定した四五線がちょうど真ん中を南北に走っていた。それ以来200年以上、フランスの地図制作者はこの四五線を本州四五線としてきた。西洋の古い地図では図幅の上にパリケードが図幅の下にフェロケードが書かれていた。後に、 フェロマとパリとの経度差は正確には20度23分9秒であることが判明したが、それ以降も、フェロ経度はパリ経度を20度西にずらしたものと定義された。19世紀初頭、天文学者、フランソワ・アラゴにより、パリ経度はより高い精度で再計算された。その結果は、今日では、パリ市五線上に設置された飾り額やメダルで見ることができる。 1884年、ワシントン DC で開かれた国際死後戦会議において、グリニッチ死後戦を世界の本初死後戦とすることが採択された。フランスとブラジルは棄権した。フランスでは、時刻測定用には1911年まで、航行用には1914年まで、パリケードを使用し続けた。今日でも、フランスの地図制作者はいくつかの地図で、 パリケードを使用している。パリケードとグリニッケードの間の争いは、ジュール・ベルヌの海底2万里でも取り上げられている。この本が最初に出たのは、グリニッ四五線を本書四五線とするという決定がなされる前だった。ルーブルピラミッドの近くのアラゴのメダル1994年、アラゴ協会とパリ市は、オランダの芸術家、ヤンディ・ベッツにアラゴを記念するものの制作を依頼した。 ディベッツはパリ市五線に沿ってパリ市の北から南まで 9.2km にわたって135個の同性メダルを地表に設置するというアイディアを提案した。メダルは直径 12cm でアラゴの名前と方角を示す N、S の文字が刻まれている。他のプロジェクト緑の市五線はフランス国内のパリ市五線に沿って木を植林することを目的としている。 アラゴのメダルは東南などでいくつかなくなっており、その代わりに新しく緑の四護船のメダルが設置されている。ありがとうございます。